29号では車体後部右側のエンジン冷却用排気口を組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ01の排気口ルーバー A にランナーに1の刻印があり、パーツ04の排気口桁 A をはめ込んで接着します。この時吸気口桁はルーパーに対して直角に接着します。続けてランナーに2の刻印があり、パーツ03の排気口桁 B をはめ込んで接着します。さらにランナーに3の刻印があり、パーツ06の排気口桁 C をはめ込んで接着します。続けてランナーに4の刻印があり、パーツ05の排気口桁 D をはめ込んで接着します。次に組み立てた排気口桁の溝にパーツ02の排気口ルーバー B をはめ込みます。次に28号で組み立てたエンジンデッキの完成部品に組み立てた排気口ルーバーを合わせ、パーツ07のネジ2本で固定します。これで29号の作業は終了です。アッシャー。